は秋冬に着る部屋着兼、この辺は外でも着るから外着という、ワンマイルウェア的なお洋服ですね。この辺とか本当に毎日着るしっていうような引き出しを一つ開けるとこんなにあるっていうね。で、この辺はパジャマですね。冬の秋冬パジャマ。秋冬っていうか春、秋冬パジャマって感じですね。いやー、いっぱいあるな、本当に。どうやって断捨離しよう。さて、またちょっと増えまして、夏物ですね。この辺リラコ。リラコも本当に毎日着てるから、この辺はしょうがないんですけど、洗い替えようとかですね。で、多分 T シャツ、この辺 T シャツとかが増えました。いっぱいあるな。さて、また増えまして、この辺はもう冬物ですね。これあれですよ。ユニクロプラス J のドライスウェットですね。これもう冬の間ずっと部屋着で着てて、洗濯用にね、何枚かある。多分下の方はパーカーなんですけど、っていう感じであるのでね、これがかさばるんですよね。引き出しに入れてました。さて、また積み上がっておりますが、この辺はね、タイトスカートですね。タイトスカートはやっぱりかけて保存すると伸びちゃうので、畳んで保管しているんですけど、まだタグついたままの服とかありますね。着なさいよっていう話なんですけど。で、この辺は七分丈とかなので、真夏は着ないので、引き出しにしまってたっていうやつですね。いや、いっぱいあるな。結構減らしたつもりというか、着てるよなっていう感じの服なので、出してみるとこんなにあるとは思わなかったですね。恐ろしい。で、まだ引き出し2つ分あるんですけど、この辺はね、ちょっともう下着とあと靴下とかなので、ちょっともう見せられないよって感じになりそうなので、この辺はハンカチですけど、見せられないよっていう感じになりそうだし、もうこの辺はね、処分するものは処分するみたいな感じでやるしかないので、靴下に、あれですね、タイツとかもあるんだよな、この辺。この辺をね、整理しないといけないんですよね。という感じなんですけども、これで、6個分は全部出しました。で、下は、私、アクセサリー作る材料とかを、あと文房具とかを、ここ以外にもう一箇所、クローゼットがあってそこにも入れてるので、これはちょっとまた別で整理をしたいなっていう感じと、あとこの辺は、空箱ですね。空の箱。いろんなものを購入した時の空の箱を、目立たないようにここにしまってるという。これはね、でもゲーム用品とかですね。これはゲーム用品。埃かぶらないようにしまっている。アミーボだ。めっちゃある。ゲームするからね。っていう感じのものだし、あとね、奥に空箱とかあるんですよね。これ多分靴買った箱とかね、見えないところにいろいろしまってるっていう感じなので、これね、どうやって整理しようかな。で、こっちの方はストックとか、あと奥は冬のニットとかをしまってたりとか、で、これもね、だいぶ減りましたけども。減ったけどまだまだいっぱいあるんだよな。やっぱりこうしてみると多いな。多すぎるかもしれない。というわけで、積み上がってる山をまず整理しようかな。そんなこんなでなかなか整理ができないクローゼットですが、今年の夏は暑すぎて、外ではほぼ同じ服を着て過ごしていたように思います。最後にお洋服を8枚ピックアップしてリアルなお洋服ローテーションコーデをお届けします。まずトップスは結局オンでもオフでも使える首周りが比較的詰まっているタンクトップばかり着ていましたね。首周りが空きすぎているとオフィスには向かないし、で、今年最終的にたどり着いたのがこのトップスでした。それにクーラー対策でカーディガン。羽織として着るのがほとんどなので、ノースリには V ネックが合うなぁということで、今年はこの V ネックばかり着ていました。が、今年は暑すぎて、ユニクロプラス J のシルクコンのカーディガンは暖かさがあるので、真夏は持ち歩くのには暑いかも、とコットン 100% に買い替えたくなっております。お次はスカート。結局テロテロ素材のフレアスカートが涼しくて、こればかり着ていました。何回も言うのですが、日本の夏は暑すぎる。今年軽い熱中症になったりで自律神経をバグらせまくったので、もう薄くて極力涼しさを感じられるお洋服じゃないと着たくないかもしれません。次は気分転換に着るジャケット。暑いので基本的にクーラー対策に羽織るだけですが、ユニクロのジャケットは洗えるので夏も本当に重宝しています。感動ジャケットは黒も愛用していますが、もっと色や柄を増やしてほしいですね。というわけで最後に着てみた感じをお届けします。基本的に組み合わせをローテーションすればいいので、全く悩まないコーディネートになっております。最近フレアスカートが個人的にブームなのですが、多分全体で見た時に優しい感じかつ綺麗めに見える雰囲気が今の気分なんだと思います。去年なんかはね、タイトスカートがめちゃくちゃ好きだったんですけれどもね、本当に女心は秋の空、気づいた時には好みは少しずつガラッと変わっていたりしますね。でも一番は暑さのせいかもしれません。物理的にタイトスカートよりフレアスカートの方が風通しがいいので、もうフレアスカートしか勝たん状態です。こんな風にブラックコーデの時はネックレスをもう少しいろいろ盛りたい気分なので、最近新しいネックレスがいろいろ欲しくなっており、制作していたりします。秋に向けてそろそろ仕上がりそうなので、個人的に今一番の楽しみですね。私の中で無難オブ無難な定番コーデは今日も変わらずこんな感じです。中のインナーを白に変えるとまた雰囲気が少し変わりますね。組み合わせを変えるだけでなんとなく雰囲気が変わるので、やっぱりもう黒白のモノトーンコーデで着回すのが私には一番合ってるかもしれないですね。数年前は黒ワンピースメインで過ごすということをやっていましたが、結局色が同じだとあまり印象は変わらず、黒いワンピースは好きだけど気分がマンネリしがちだったような気がしています。組み合わせを変えるだけでも気分転換になるし、印象も変わるので、同じものを着回すよりは私は定番を決めて組み合わせを考える方向性で今後のクローゼットを考えていきたいなと、動画を見ながら改めて思ったりしております。洋服はね、やはり手持ちが多ければ多いほど疲れてしまうのは事実なので、自分にとっての適量かつ毎日着ても疲れない、そしてテンションが上がるコーデを模索していきたいですね。というわけでスカートを色違いにチェンジしたりしておりますが、このスカートは黒白の販売がなかったので明るい色と黒い色を所持しています。が、やはり白黒のスカート欲しいですね。もはや最近自分にとっての最強のフレアスカートを作ってみたいなぁと思い始めていたりしますね。自分にとっての最強ボトムズさえあれば、あとはトップスはシーズンに合わせてユニクロでもいいし、その時の気分が反映されるものを 2,3 枚持つ方がクローゼットがシンプルになるのでいいと思うのですよね。という妄想を日々膨らませておりますが、とりあえずスカートをブラック系から明るい色に変えるだけでも、同じスカートでもだいぶ印象が変わるのでマンネリ防止になっております。さらにね、マンネリ防止のために個人的にはアクセサリーが必須で、ヴィンテージ系の比較的大きめのイヤリングピアスを身につけると顔周りの雰囲気も変わるのでおすすめです。アクセサリーだったら場所も取らないし、結局私は洋服はたくさん持たずにアクセサリーで変化をつけるというファッションスタイルが一番ストレスがなくて楽しいかもしれません。どんな風にファッションを楽しむかも個人の自由だと思うので、まだまだ模索していきたいですね。そんなこんなで上下スカートとトップス、そしてカーディガンの組み合わせを変えつつ動画をお届けしておりますが、今の自分的に一番しっくりきているこのスタイル、秋冬はどうしていきましょうかね。ジャケットを羽織れば本当にオールシーズン適用できるので楽ちんではあるのですが、長袖のトップスも選択肢がいろいろあるので、今年の秋冬もマイ定番を探すことに注力しそうな気がします。こんなこんなで最近お洋服迷子というかクローゼットシンプル化計画を練っている私のリアルをお届けしました。次回はクローゼットシンプル化が進み、お洋服の様子も含めてお届けできたらいいなぁ。というわけでこちらの動画少しでもお楽しみいただいておりましたらチャンネル登録、高評価お待ちしております。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。